日本近畿地方大阪府大阪市中央区、谷町谷町は大阪府大阪市中央区の町名。現行行政地名は谷町1丁目から谷町9丁目。発音は谷、アクセントが置かれる。地名は西へ落ち込む上町台地の八千形に由来する。大阪市中心部の南北幹線道路の一つである谷町筋に沿った南北。 約 2.5km の細長い町だが、6丁目と7丁目は、後日の田町編入により西側へ広くなっている。4丁目、6丁目、9丁目は、谷町筋の地下を通る大阪メトロ谷町線の、谷町4丁目駅、谷町6丁目駅、谷町9丁目駅の駅名に採用されている。なお、車内放送の発音も、他に、アクセントが置かれる。 一丁目から三丁目は、大手前の観光庁街に西隣し、司法書士事務所などが軒を連ね、二丁目には、大阪法務局と大阪府議会会館がある。五丁目と六丁目の間に位置する、東西方向の町である、安藤寺町によって、谷町は南北に2分され、以前は南北で所属する行政区が異なり、現在も郵便番号が異なる。 八丁目と九丁目北部は、谷町筋八丁目寺町と呼ばれる寺町で、西隣の中寺にかけて寺院が多い。近世においては、天馬橋南水目から高麗橋通りまでが一丁目、市安京通までが二丁目、内本町通までが三丁目と、三丁目までしかなかく、東側は大阪城大手前の武家屋敷地となっていた。ただし、三丁目以南にも、 谷町とつく町名やあざながあり、農人橋通りまでが、鈴谷町、旧法寺橋通りまでが、茶丹町、安藤寺、橋通までが、南谷町と続いた。南谷町以南にも、谷町筋沿いは、玉城町、万年町、立藩町、柏原町と続いた。立藩町と柏原町の西隣に、生駒町、宮崎町、田島町と続いたが、この辺りは、 大阪城南総構え掘りの遺構であるカラーボリアとの一部で東西に変わらず取り場が広がっていた。柏原町の南には谷町筋八丁目寺町と続いた。現在、寺町の谷町筋八丁目寺町16火事のうち13火事が東町に含まれている。2019年3月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。大阪府大阪市中央区の町邸、帝、アザ一覧。人口統計ラボ。2019年10月4日閲覧。AB、住民基本台帳人口、外国人人口。大阪市。 2019年10月4日閲覧。AB、谷町1から5丁目の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。AB、谷町6から9丁目の郵便番号。日本郵便。2019年8月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2019年6月24日閲覧。AB、 平成7年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数長調長アザトウ総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成12年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数長調長アザトウ総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成17年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数長調長アザトウ総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成22年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数長調長アザトウ総務省統計局2019年8月16日閲覧 AB 平成27年国勢調査の調査結果引く男女別人口及び世帯数町長アザと総務省統計局2019年8月16日閲覧平成28年経済センサスマイナス活動調査事業所に関する集計産業横断的集計都道府県別結果総務省統計局2019年10月23日閲覧 yaukami.jp 公式郵便番号簿2018年度版日本郵便2019年6月10日閲覧ありがとうございます。